伝説の中古車。今回はホンダオデッセイ3代目。ミニバン戦国時代の2000年代前半に満を持して登場した RB1 型オデッセイは、2代目よりも80ミリも前高が低くなり、にもかかわらず室内高は5ミリも高くなるという驚きの寸法となりました。この低床低重心技術は、床に入り込むような薄型樹脂製タンクの開発や、マフラーのサイレンサーを後端に持っていったこと、乗り心地の良いコンパクトなリアサスペンションの開発が関係しています。これにより前高は1550ミリに抑えられ、なんとミニバンなのに立体駐車場に入るサイズです。そして低重心化されたことにより、コーナーリングや高速時の安定性が良く、高い運動性能を実現。高速で全力疾走する姿をよく見かけた印象があります。フロントは丸みのあるボンネットに、横長の落ち着いた雰囲気のヘッドライト、時代にとらわれない個性的な顔になっています。インパネは奥行きのあるゆったりとした雰囲気の空間がいいです。スポーツグレードのアブソルートは廃屋仕様になりますが、200馬力を発生。中古車価格は程度の良いアブソルートなら50万円台から狙えます。